皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。いやー、なんだかとってもいい天気ですね。桜も、ちょっと散ってしまっていますけれども、とても綺麗ですね。そしてここは川なんですけれども、よく見てみると桜の花びらが落ちて流れていってますね。中には風に吹かれて落ちたものもあるのではないでしょうか。風といえば風力発電ですね。私も海に浮かぶ風力発電の浮体式洋上風力発電ではアンバサダーを務めておりますけれども、今日は身近なもので簡単に作れる風力発電の装置をご紹介します。ぜひ皆さんもいろいろ試行錯誤してみてください。それではレッツサイエンス。ではどのように風から電気を作ることができるのでしょうか。それはじゃん、このモーターを使います。モーターに電池をつないで電気を流すとウィーンってなんか言ってますよね。これ何が起きてるかもうちょっと分かりやすくするために、ここにこのような羽をつないでみます。そして電池をつなぎます。そうするとおー、このようにこの部分が回転しているのが分かります。では今度は反対にこの回転している部分をぐるっと回すとどんなことが起こるんでしょうか。やってみましょう。モーターに結果が分かりやすくなるように豆電球をつないでモーターを動かします。豆電球が光りました。モーターに電池をつなぐとモーターが回るということを知っている人は多いかもしれませんが、逆にモーターを回すと電気を作ることができるんです。そしてこれと同じように発電所でも大きなモーターを回して電気を作っています。何で回すかというと、水の力で回すのが水力発電、風の力で回すのが風力発電、そして火で水を熱して水蒸気にして水蒸気の力で回すのが火力発電です。用意するものはこちらです。まずは熱い紙皿です。そして消しゴム、小さく切ってあります。ハサミ、ペン、両面テープ、そして土台となるもの、今回は瓶を使います。絵を描くためのカラーペン、耐震マット、そしてモーター、今回は発電用のモーターを使います。そしてワニ口クリップ、LED です。ではまずは羽から作っていきます。これをチョキチョキっと切って羽にしていくわけですけれども、そのままもちろんいきなり切ってもいいんですが、左右の重さが違ったりとか長さがこう変わってきたりしてしまうと回りにくくなってしまいますので、ちょっとこのような紙を使って均等に切れるようにやってみます。こんな感じでまずは紙に紙皿を乗せて紙皿の大きさに切っていきます。このように紙皿の形に切ることができました。そしてこれを折っていきます。出なかった、はい、こんな感じですね。綺麗に均等になるように折っていきます。から半分に折って、
半分に折ってまた半分に折ると、そしてここでやりたい羽の形に切ると一気に全ての羽を同じ形に切ることができます。やってみよう。どんな形にしようかな、こんな感じ。よし、一旦こんな感じで切ってみましょうか。さあどんな感じになるかな。でん、さあ開けてみましょう。おー、なんか四つ葉のクローバーみたいな。どうだろう、こんな太くていけるかな、もっと細くしてみようかなっていう感じで、よく回りそうだなと思うものを自分でまず考えて、でいろいろ試して、これがすごい楽しいですよね。形を取りたいので鉛筆でなぞっていきます。ちょっとねカーブしてるのでやりづらいかもしれませんが、ゆっくり描いていきましょう。よし、そして真ん中の位置を取ります。これを紙に穴を開けてどこか分かるようにしましょう。こんな感じで取れました。にゃん、できた。今書いた通りに切っていきます。ちょっと硬いので手を切らないように気をつけてください。綺麗に切ることができました。じゃーん、できました。綺麗綺麗、絶対これフリーハンドでいくよりこうね、すごい綺麗に切れたと思います。絵を描きたい人はここで描いておいてください。ではさっきつけたこの真ん中の印のところに、このように消しゴムを貼ります。どうやって貼るかというと、両面テープで貼ります。ここを軸に回っていくので真ん中の位置しっかりと合わせていきましょう。チャキーン。はい、貼れました。しっかりと取れないように貼ってください。では今この消しゴムをつけましたよね。この消しゴムのところにこのモーターの回る部分、ウィーンって回る部分を刺します。真ん中に来るように。さあこんな感じで、おー回りますね。そしたら回って作られた電気をどうするかっていうのは、まあ、皆さん自由なんですけれども、今回は大好きな大好きな LED とつなげたいと思います。はい、こんな感じでつなぐことができました。 LED は電気のつなぐ向きがありますが、これはモーターの、まあ、回る方向によっても変わったりしますので、最後にどっち向きだったらつくかなっていうのは調整してみましょう。それでは風をつけてみましょう。回りますかね。はい、じゃあお願いします。なかなかこれだと回りませんね。では皆さんだったらこれどうしますか。ここいろいろ考えるのが一番楽しいところです。じゃあ例えば折ってみましょうかね。角度をつけてみたいと思います。もうなんかお花みたいになりましたね。さあこれだとどうでしょうか。やってみましょう。おー、いい感じ。回りましたね。でもついてないので電気を反対にしてみよう。ついた。おー、電気がほら見て見て。来ましたね。ここの風を受けてぐるぐるぐるっとモーターのところが回って、モーターが回ることによって電気が作られて、このワニ口クリップとつながって LED が光っています。では風を止めます。おー、そうすると LED は
消えました。ということはしっかりこの回ったところによって電気が作られたということがわかります。はい、ではこのままずっと持ち続けると左手が疲れてしまいますのでこの土台を作っていきましょう。まあこれは今日は瓶を使いますけれども、皆さんなんかお家にあるものでも大丈夫です。この瓶の一番上のところにモーターをこういうふうに置きたいんですね。で、まあ、ずれてしまうので、例えば厚い両面テープとかでもいいんですけれども、まあ、今回は100円ショップに売ってる耐震マットで動かないようにしていきます。で、まあ、大体4分の1ですかね。これだとこんな感じで、この辺かな、できたら剥がします。そしてこんな感じでしっかりとくっつきますね。そしたらこういう風に置いた時に羽がそれぞれこことか、まあ、こことかに当たらないような位置でモーターを置きます。これぐらい余裕があれば大丈夫ですかね。はい、こんな感じでくっつきました。おー、光った、いい感じ、後ずさりしてる下も耐震マットで止めてもいいかもしれないですね。あ、お水入れたりとかもいいですね。ここまで来て、もしも光らないよっていう人は、まあね、光らない場合が一番楽しいんですけれども、今みたいに羽の形でだいぶ効率が変わりますので、羽の形をひたすら極めてください。そしてもう一つ、このように羽の折る向きが違うと回転が逆向きになります。で、逆向きに回ると LED の場合電気の向きが決まっているので光らない場合があります。回しながらどっちの向きで光るかっていうのを、このようにプラスとマイナス逆にして何度か試してみてください。さあ、他にもいろいろな形の羽を作ってみました。材料は先ほどと同じ紙皿です。羽の枚数は同じなんですが、羽の一つ一つの大きさは違いますよね。こっちの方がちっちゃくて、こっちの方が大きいです。ではこの大きい方と小さい方、どちらの方がよく回って LED が光ると思いますか？では実際にやってみましょう。まずは大きい方です。光ってない、光ってないですね。はい、あー、光りました。なんかこっちの方がすごいちゃんと映るぐらい光っているので、こちらの方がよく回り、よく電気が作られるんでしょうかね。そしてこれとこれは大きさは同じなんですけれども、羽の枚数を変えてみました。これをこちらに取り付けてみます。はい、お願いします。はやー、ってかすごいつきますね。おー、なんかさっきより全然明るいですねこんな変わるんですね。このように一つの条件を変えていろいろと比べてみるとわかることがあると思います。自由研究におすすめです。はい、ということで風力発電すごいですよね。ただ応用編としてこんなものも用意してみました。じゃじゃーん、こちらです。はい、ちょっとある理由でですね、強度を上げるためにこのペットボトルの素材で羽の部分を作っています。で、これたくさんありますけれども、これ全部つないでこのさっきよりも大きい LED を光らすことができるかというのを実験してみたいと思います。そのためにはたくさんの風が必要ですよね。私がふーってやってもいいんですけれども、なかなかそれではこれ回らないので、
特別ゲストをお呼びしております。こちらです。じゃーん。業務用送風機。これはですね、皆さんお家にありますか？ねえよないですよね。はい、でもちょっと今日私はたまたま会ったので、こちらを使ってこれを一斉にぐる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 回して、この風の力だけで LED が光るのか実験をしたいと思います。それではレッツサイエンス来い。さあどうだろうな、回るかな。おー、回りました回りました。うわー、ちょっと待って、いい感じいい感じ、うわちょっと待って、君たちすごいねすごいすごいすごい、いい感じ、うんうんうん、光った実際に自分自身で作ってみることで分かることだと思うんですけれども、例えば外に出るとずっとこの扇風機と同じように同じ方向から吹き続けるわけではないですよね。いろんな方向から吹いたりとか、あとはその強さも違いますよね。その中でも発電し続ける風力発電の、まあ、あの形っていうのはすごく計算され尽くされていて、改めてすごい技術なんだなというふうに作ってみることでわかると思います。なのでぜひ皆さん、これ身近なもので作れますので試してみてください。この動画が楽しかったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。